1949年、人材清は日本のロシア文学者、翻訳家、小説家、文芸評論家、内務省の管理の息子として東京市に生まれる。1910年、麹町の番長小学校に入学。父の転勤に伴って日本国内各地を転々とした末、父は台湾へ赴任。清も台湾の日本人学校に学ぶ。 内向的で孤独な少年だった。1912年、父をマラリアで失う。1916年、東京府立第四中学校に入学。この頃、母方のおばを頼って、北村家に同居。いとこの北村敏夫の影響で文学に親しむ。中学で、修正の友人、竹山道夫と知り合う。1920年、旧西第一高等学校に入学。 堀達夫と知り合う、信仰は、修生続き、堀の没後には、前週の編集を担当した。建築家志望だったが、フランス省調子に熱中し、文学志望に転校。フランス語を独学する。このため一校を中退し、東京外国語学校ロシア語学科に入学。1925年、竹山や堀たちと共に、同人し、法規を出し、擬曲、小説、 死を発表。1928年から1929年にかけて北海道大学図書館に食卓として勤務。1929年、東京電気日報社に移る。1931年、ソ連通商部を退職して文筆生活に入る。翻訳業のほか、雪の宿りなどの短編小説も多く発表した。ご半生は鎌倉市に、 修正座重した。戦後の文芸運動では、岸田国志らの雲の会に参加、チェーホフの儀曲役を通じ文学座などの演劇活動に関わり、三島由紀を福田恒あり、中村光雄らと八の機会の集いを持った。アントンチェーホフ、イワンツルゲーネフ、アレクサンドル・プルシキンなど、ロシア文学の翻訳のほか、フランス文学の翻訳もしている。他の役所に、不正ボロドワルシン、 赤い花が、フランス文学では、アンドレジット、伝言公共楽などがある。1937年に、翻訳の業績に対し第3回、池ヶ谷慎三郎賞を受賞した。特にチェーホフに関しては、桜の祖の三人姉妹などが、多くの演劇に用いられ、全集の漢役も手がけるほど入れ込んだ。劇作家でもある、三島幸雄は、 翻訳というより結婚というべき営みであると、チェイホフ全州の観光に際し称えている。1951年、ワーニャハクフさんの翻訳で芸術戦勝文部大臣賞を受賞。1956年より絶眼の治療を受けていたが、病状が回復しないまま、翌1957年に自宅で死去。53歳没。 遺骨は死去まで在住していた鎌倉市山の内所在の統計寺墓地に埋葬された。戒名は、通る新院文献清志昭古寺。人材の死去によって中途に終わった、チェーホフの全集は、ロシア文学者の弟子、池田健太郎や、後輩、原拓也らが、残りの編纂翻訳の作業を引き継ぎ、完成させた。妻、ゆり子との間に辞書を設けたが、長女の人材厚子は、 ピアニストとして活動している。第1巻イコール詩、小説、擬曲、鉄の門、負けた人、鎌倉の女ほか、第2巻イコール小説、回復期、青いポアン、たるみ、カーたちほか、第3巻イコール小説、雪の宿り、灰色の目の女、母の秋、化粧、オム、指示変装ほか、第4巻イコール小説ほか、夜の鳥、炎の井戸、人魚、少年、 午後の女、地獄ほか、第5巻イコール評論外国文学編、第6巻イコール評論日本文学編第5.6巻は、単行版、人材清志評論集も館。ありがとうございます。